リコーランさん。はい。私は嫌いです。はい。君の声をしたくない。僕はガードマンじゃない。高校のプロデューサー、夢は藤田るミュージサー。入社2年目だけれど去年動員17万人。え、17万人、すごい。どう脚本を見て僕がこれ書き下ろした。若手のプロデューサー、きっと確実バレスク。入社2年目だけれど準備万端、準備万端だけど線の中心、企画の精神に関心なのに、娘の思い、会社の命に全て終わり。全部あなたのせいだ。あなたさえいなければ。だからあなた嫌いです。僕はあなたが嫌いです。この台本あなたが書いたの？そうですよ。それなのに、あなたが来たことで全部台無しになったんです。面白い企画ね。どこでいつやる予定だったの？どこでいつやる予定だったのか。ああ、教えますよ。あなたが今日ワンマンショーをやる予定だった。ここ日劇です。すごい人。東京ってすごい人だね。新京でもこんなに人はいないわ。どいてください、どいてください。私たちはここ日劇に入りたいんです。私も日劇に入りたいの。どういう。並べるよ。割り込むな。ちゃんと連携になれ。並ぶって何よ。ここはチケット買う列です。チケット何の。決まってるだろ。ここ日劇で今からやる一番新鮮。歌うリコーラス。歌うリコーラス。大変だ。これ全部あなたのコンサートの客ですよ。ひふみま、周り半大変だ。俺がここに一撃の周りにひっふっやっぱり七回り半です。君の声をしなくちゃガードマンになりましょう。東方の維新にかけ異常楽屋に送り込む。こんなか弱げな人を守るのが僕の仕事。助けてください、児玉さん。リコ、児玉さん存在がバレたら大変だ。さあ、捕まって決してこの手を離さないでください。